つらくないですか？大丈夫です。はい。上げるの大丈夫ですか？大丈夫です。はい。この辺ですかね、横。そうですね。おお。もうちょっと後ろ側ですかね。こっちですかね。そっちです。ああ、うん、その辺ですね。うん、ちょっとこのトーク線使ってみますか。はい。はい。この辺ですね。はい。ないですか？大丈夫です。はい。気持ちいいです。気持ちいいです。本当です。こうとかどうぞ。そっちは皮膚が痛い。ああ、皮膚痛い。すいません。これでも痛いですか？その辺でギリギリラインです。あ、ギリライン。はい、ギリか。やっぱ指の方がいいですかね。ご飯食べる暇もなくやってるんですよ。ああ、そうなんですね。はい。もう前よりもやっぱり食べる量減りましたね。なんかストレスあると食欲もまあなんかストレス食べもありえますけど。なんかもう疲れちゃって食べれないんですよね。ああ、でもさなんかちょっと前に、はい、なんか働いて食べる飯がうまいみたいな超うまかったです感動したって書いてましたよね。初日ですね、はいはいはい、働いた初日、はい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 、多分あれは、うんうんうん、もうめちゃくちゃ緊張しながらやってたから、あ当日も家に帰って食べたのがすごい美味しくて、うんうん、もうあれは最高にうまかったですねでももう次の日から慣れちゃって美味しくなくなったんです。美味しくないわけじゃないんですけども、なんか普通になっちゃって。普通になっちゃった。あらまあ。あれ、俺にはその、なんかそのスパイス1日しか効かなかったみたいな。残念。なんかご飯のために頑張るみたいな回数なのに。なんかもう2日目からダメでした。あ、そっか。かわいそう。だからなんかその辺のその緊張は1日でもう慣れちゃったんですね。まあ何でもできますからね、旦那さんは。やっぱりその初めての環境っていうのもやっぱ緊張してやってたからあったんでしょうね、疲れが。全然話違うんですけど、丹野さんって眉毛剃ってました？はい、剃ってましたよ。そうですよね、はい、なんか細くなってますよね。 いつからですか？あ、いや、まあ、はい、あの実際の眉より細そうだなと思って、なんか手入れした眉してるなと思って。あのでも今は全然やってないですよ。でも多分もう、ね、あれですよね、もうその毛が生えなくなったんじゃないですか、はい、やってて、はい、ずっと抜いてました。あ、抜いたんですね。おしゃれですねまあ若い頃は、イケメンでしたよね。そうですか。うん、そう思いましたね。だいぶ顔変わってるなと思いました年取ってくると、はい、まぶたの筋力弱まってこないですか？
ちょっと下がってくるんですよね。下がってきますよね。あの開く力が弱くなって。そうですね。だから昔ほど目がパッチリしてないんですよ。肉もあるんじゃないですか、サンドさんの場合。ありますあります。やっぱりその、一気に体重増えたんで。これができるかどうかが私ちょっとこんな大きい人やったことないんで、はい、腰椎調整をしていきたいんですけど、はい、なんかきつかったらおっしゃってくださいね。はい、重い。体格差があるとやっぱりやりづらい。やりづらいですよね。はい。でもちっちゃい女の人とかすごい嬉しいんですよ、やりやすくて。はどうですか。伸びました。もうこれでダメなら諦めます。ちょっときます。腰は伸びてないんですけど、はい、お尻が痛いですか。お尻が気持ちいいですね。あ、気持ちかった、はい、めっちゃ気持ちいいなと思って。あ、それはそれでいいですね、はい、腰は伸びないけどお尻が気持ちいいっていう。お尻気持ちいいですね、はい、ちょっとこれで来てません。まだ来ない。来てないです。あー、もう全然ダメだ。やっぱちょっと体の大きさがちょっとダメですね。はい、お尻が気持ちいいです。でちょっとお尻を押しておきましょう。はい、腰痛にもいいですからね、お尻ほぐすと。はい、はい、あとこう垂直圧の話なんですけど、はいはいはい、何でもかんでも垂直垂直言うじゃないですか。あのお尻の形に対して垂直って、はい、それは結構言いますね。言うじゃないですか、はい、言います言います。でも実際うつ伏せでお尻の方を押すと、うん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 、結構そのあれじゃないですか、そのお尻のカーブに対して垂直に押すっていうよりも、うん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 、腸骨梁の方に向かって押しません？あ、そうですね。あ、完全に垂直じゃないですね。じゃない、じゃないですね、はい、うん、じゃないし、あとお尻の弾力とかによって入り方違うから、はいはいはい、その辺はやっぱ入れた感じで微調整してたりして垂直じゃないですね。垂直じゃないと思います、はい、うん、だからそういうなんかまやかしなんですよね、垂直なって言って嘘ばっかりで。そうばっかり。あの、あくまで背中とかももとか、はい、割とそのあのしっかりした筋肉だったらいいと思うんですけど、はい、お尻はまたちょっと違うかなとは思いますね。難しいところありますね。あれですね、肩甲骨周辺、うん、うーん、入れ込むようにしたりするから垂直じゃないですね。そうですよね。うん、ちゃんとこう分かってくれる人がいればいいです。もうあの信者はね、垂直だよって言いそうですもんね。あの別にそこの信者じゃなくても、割とそのこの業界垂直でも、まあ、確かに垂直信仰ありますね。ありますよね、洗脳されちゃってる部分が。ありますあります。だからそういう部分になんで誰もその疑問を抱かないんだろうと。で、あとあれなんですよ、俺のそのまあ1年間丸々考えて出た答えっていうのは、垂直圧、何と何が垂直かってある点におけるそのまあ体の部分で押し込んでいって行き着いた先、押し込んだ先ですよ、もうゴールの部分ですね。見た目の肉の感じじゃなくてね、はい、だから押し込んでった先のそのゴールの部分における凝りに対するその接する面と、はい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 、あの反対横向きになってください。指の細